ユニークな競技で盛り上がる地域イベントオリオンピックが北九州市オリオで行われました。オリオ駅周辺で行われている町おこしイベントオリオンピックには今年も多くの地域住民や企業が参加しました。かつて石炭輸送で潤った地域をイメージし、プロダイヤと書かれた段ボールを運ぶ石炭運びレースなど合わせて5種目が展開されました。石炭を運ぶ水路に使われていた堀川でのカヌーレースでは熾烈なバトルが繰り広げられました。一緒になって走って応援する、これ一番大事です。大人たちがくだらないゲームをやって、おバカ楽しんでる姿を見たいねっていう、こういう楽しい街なんだっていうので、オリオに来る人が一人でも増えれば。優勝チームには3万円分の通貨3万オリオンが贈呈されました。